まだ使いこなせてるかどうかちょっとよくわかんないけど、今日昼間ね動画の編集をしてたわけ、パソコンで。したら1時間に1回さ、立ってくださいってさ怒られるわけ、アップルウォッチに。座りっぱなしだよって、1時間ぐらい座りっぱなしだよって怒られて、 1時間おきに立ってさ、その場でさ足踏みしてたよね。でさ、また立って1分ぐらい経つとさ、またカチッてこいつが言って、1分間のスタンドが完了だよみたいなさ言われて、よしって言って座って、また編集カチャ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 こんばんは。そんな感じでした、今日は。で今なんかよくわかんないから文字盤をさ、なんかこれにしてんだけどさ、マジでさ、あれ何時なのか分かりづらいから、ちょっと後で文字盤変えようとずっと思ってるマジで今が何時か全然分かんない、この時計。とりあえず可愛いやつにしたけど利便性は全くなかった。あとはね、なんか今日外走ったりとかしてきたんで、それもこやつがチェックしてくれてます。今日の移動距離は3キロ、ランニングを 1.5 キロしました。マジ秒だけどね今日ランニング。ちょっと暑くって朝ちょっと走ったけどすぐ帰ってきちゃった。こんばんは。つけ心地はね、ちょっと蒸れるね、このここが。そう、まあでもまあ夏だししょうがないかなって感じだから、定期的につける場所を変えてます。そう、なんかこの辺につけたりこの辺につけたりって、そこをつける場所を変えてなんとかしてます。こんばんは。3年くらいで壊れるってよく言うけど、3年も持ったらよくない？全然逆に、逆に3年持ったら全然よくない？将来的にはバンドの種類とか増やして、今はもう普通すでに増やしたいんだけど、なんかとりあえず一番無難ななんか紺色みたいな色にしちゃったんだけど、さ、こう黒じゃないんですよ、なんかなんていうの、ちょっと紺みたいな色なんだけど、本当は赤にしようと思ったのね。そう、赤にしようと思ったんだけど、なんかちょっと派手すぎるなぁと思って、なんか無難な黒に、黒っていうかね紺色にしちゃったから、普通に赤も欲しいし、なんかこれスポーツベルトってやつなんだけど、赤も欲しいし、なんかあの布みたいな生地のやつも欲しい。保護フィルムはなんか貼ってない、なんかあんま必要性を感じない。貼った方がいいんかな、なんか角が丸くなってるから保護フィルム貼ったら浮きそうじゃない。本体がこの色、なんか本体黒買おうと思ったのに、なんかポチってたのは白だった、不思議だね。黒を買ったはずだったんだけど間違えちゃった、まあいっかって感じ、まあいっかまあいっかって思ってます。こんばんは。こんばんは。そう、高い買い物なのにさ、いっかって妥協しちゃったあれなんか黒黒で買ったと思ったんだけど、なんか白選んでた、まあいっかっつって。そう、でもバンドもさ高いからさ、まあ、当分というかずっとこれ使ってると思う、結局これ使ってると思うわ。やっぱ初期設定で使い続けちゃうっていうところが値の場合あるのよね。こんばんは。ちょっと群れてきたから位置変えよ。なんかねちっちゃい方買いました、なんかアップルウォッチ40ミリと44ミリがあったんだけど、40ミリ、なんか私腕がちっちゃいから
なんか大きいのだと邪魔かなと思って。こんばんは。こうちょうど手首に、手首の一番ここにつけるときはなんかこう2個目のとこ、一番きついのか2個目のところだとなんかちょうど良くて、こう動いたり心拍数とか感知してくれます。そう、画面好きなように変えれるんですよ。いろいろ試してるんだけど、どれがいいかまだ定まってない。どうにしよっかなって感じ。いいサイズ感でしょ。44だったら多分結構でかかったかなって感じ。スイカと連携しないの？あ、ついにしようかなと思って。私いつも携帯の充電を切らすっていう、恒例行事があるわけ。夕方さ、切れちゃうんだよね充電だからさ、そのモバイルスイカにするのはちょっと怖かったわけ。帰り電車乗れない可能性を常に保持していたから。でもアップルウォッチさ、なんかお風呂入るとき以外ずっとつけててさ、つけるらしくてさ、まあ人によるらしいけど、まあ寝るときとかもつけるぐらいずっとつけてるから、でその充電が結構持つわけ。だからついにモバイルスイカに移行しようかなっていう感じです。そうそうそう、ついにね。したらこうピッて秒で通れるよね。いつもカバンからさ、あースイカスイカって言ってこうカサ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 ピッて言ってたのが、もうこれからピッだけでよくなるんですよ。めっちゃ良くない？便利。そう、こんばんは。そう、睡眠時間も測ってくれる。え、今日さめっちゃ寝たよ。昨日12時に寝て今日8時半に起きたもん。8時間、あ、今日8時に起きてるわ。8時間7分寝てる。めっちゃ寝るやん、めっちゃ寝るやん私。こんばんは。あとなんか心拍数とかも測ってくれて、今は喋ってテンション上がってるんで心拍数高いっすねやば、今なんか心拍数高いんだけど、テンション上がってるからかな。金持ちだからできるよな。いや、私がどれだけ節約してたことか、というかしてることかよろしくお願いします。お、ビギナーさんこんばんは。さやがどれだけさ節約して買ったと思ってるの、あなた。そんな、こんなのがポンポン買えるほどお金持ってたらそんないいことはないださちなみに普通にこの椅子に座ってる時は1分間に50拍ぐらいだったんですけど、今は80拍まで上がってますね。いや、上がりすぎだろ上がりすぎだろ。テンション高く喋ると上がっちゃうよね。感じ。 YouTube 面白いね、ありがとう。どんな節約をしてるの？外食をしない、コンビニで惣菜を買わないがまず食費の節約で、洋服もマジでバチクソ悩んで買うし、え、でマジでね、それ物欲が最近ないから全然買ってない。買わない、物を買わないって節約物欲を出さないっていう
そうそうそう。トメさん決めたら10個ありがとう。最近押されてるから給料も増えたから言うでしょ。いやー給料が増えてたらいいんですけどね。給料が増えてたらいいんですけどね。実際減ってるんでしょう。もうなんか無理って感じ。無理って感じですね。いい主婦になれるやん。え、それな。じゃご飯の管理に任せてほしいわ。昨日も今日もがっつり自炊してご飯食べたんだけど、うまかったで今日のご飯も。だから私は特技貯金って言っていいぐらい貯金得意です。貯金が得意です。え、マジでさ物買わんのよね私。なんかそうプルウォッチとか半年ぐらい悩んで買ってるからね。やばくない？半年もさ、買う？買わない？って悩んでさ。でもちょっとダイエットを本格的にしたくて、まあパーソナルジムに通うと考えればっていう感じ。パーソナルジムに、まあ、6ヶ月通うのと同じぐらいの値段かみたいな。 6ヶ月だよな。でも半年通えたら痩せるか。パーソナルジムでも良かった質ある。ウケる。パーソナルジムもっと高いか。20万とか普通にするか。わかんないや。普通のジムで1ヶ月5000円とかか。わからんな。通ったことないからわからんな。栄養士の資格を取らないの。栄養士になるにはこれもう多分3回目ぐらいの説明なんですけど、学校に通わないと取れないんですよ栄養士って。国家資格で。そうだから今は学校に通う時間も金もねえっていう現実ですね。現実ってもうあて厳しいもんですよ。ねえ今日お腹痛いんだけど、夜ご飯食べ過ぎたのか分かんないけど、やだん痛い、お腹が痛い。かわいい、ありがとう。ジムは週に何日か、ジム通ってないのよ。ジム通う代わりに家で筋トレしたり、なんか今日外多めに外歩いたり、今日はなんか歩くのだるかったんで早く帰ってきたかったから、ウォーキングよりランニングの方が消費カロリー高いからランニングした、ちょっとだけ。けんさんこんばんは。こんばんは。家買えるくらい貯金あるの？19で家買えるぐらい貯金あったらさ、それはさなんかもうやばくない？やばくない？それは。けんさんこんばんは。ジム高いけど自分への投資ってことでええかってなった。え、それはねある。なんか私が節約ってか、まあ、ケチケチしてるんだけど、あの一番手間を、何、お金を出すのに惜しまないのは自己投資だけはまあちょっと無理してでもやろうと思ってるから、自己投資は将来の自分に返ってくるから全然ありだと思います。そう、健康寿命が伸びたらいいよね、ジムとか通って。そうでもそれなんかね、こんなご時世でちょっとジム通うのはばかられる時来るかなと思って、とりあえず今アップルウォッチを買ってみた。ジム通うよりは安いだろうっていう、
あ、やばい、シリが動き出しちゃった、やめて。いや、シリって言ってないのに、なんかジムの話したらシリ動き出しちゃった、怖かった。こんばんは。まああとね、愛媛にね近々行くやろうから、今契約しても行けなくなっちゃうし、自分で一旦頑張って、やっぱ自分で運動するの無理だわって思ったらジム行くわ。一旦今やってみて、やっぱ無理。そうだったらジム行くね。筋肉つけたいんだよ。なんか体重は別にもう落とさなくていいんだけど、落ちてるから、体重は今これ以上落としたら多分普通に体調崩すから落とさなくていいんだけど、筋肉つけたくて。そうでもね、逆にこの半年くらいで私体脂肪率をめっちゃ 7% ぐらい落としてたんだよ。なんか携帯にさ半年ぐらい前のデータが残ってたんだけどさ、半年ぐらい前にちょっと頑張ってたんだろうね。今とさ 7% ぐらい体脂肪率違ってさ、 7% ぐらい体脂肪率でさ自力で落とせたから、ワンチャンもうちょっと筋肉つけれる、自分でつけれるんじゃないかってこう思ってるんだよね。そうワンチャン。今日は僕の誕生日です。お誕生日おめでとうございます。ありがとう、おめでとう。この誕生日の日に私の配信なんて見てくれてありがとう、優しい。でアップルウォッチのおかげでマジなんかまだ1日目だけど健康にこれは近づくなって思った。だって1時間に1回立ちなさいって言われるんだよ。さあ平気で5時間とか座りっぱなしだからさ、そう立ちなさいって言われて、ね、体脂肪率ってなんか落としにくいらしくて、そう落としにくいらしく、なんならなんか 7% ぐらい、多分2ヶ月くらいで落としたんだけど、私言ったら、そう、あ立ちなさいって言われた、ちょっと立つね。アプローチに立てって怒られたから立つね。どうしようかな、ちょっと上の方に向けてちょっとでも映るようにしとく。立ちなさいって言われた。あーそうだよね、もう8時になるもんね。って言ったらこうやってやって、そうもうちょい上向けたら私映る、こうやってやって、その場で運動で、マジでこれ超健康になってる気がするもん、マジで。ああさっき立ってたんだけどな、さやさっき配信始める前にすげえ立って、なんだ洗い物とかしてたんだけどね。なんか何時50分になったら絶対立てって言われるんだよね、その前にいくら立ってたとしても。はい、 OK、 はい OK です。はい OK、 はあ疲れた。はあ疲れた。でも褒められた、やったぜ。はあこんばんは。そうもうアプローチに従い続ける人生。はあ疲れちゃった、さやかちゃん疲れちゃったよ。もうなんかさ褒められるんだよね、ちゃんと。なんか今日は何回立ちましたみたいな、おめでとうおめでとうみたいな、目標達成ですおめでとうみたいなさ、褒めてもらえるから、はあ、頑張るかって思う。そうでも褒められて伸びるタイプだから、褒められるとすぐ乗せられて、おーやるかそれぐらいならねって言っちゃうんだよね。こんばんは。そうだからこれ今唯一会える友達今悲しい。今ね
帰ったりとかできんから、友達に会えへんから、これ唯一の友達です、私の。よいしょ。普段褒めてもらえないのか。まあなんか学生時代とかはさ、いい点数取ったら褒めてもらうとかさあったけどさ、社会に出たら褒められることってなくない？だからさえはいつもショールームで自分で自分のこと褒めて、え、すごくない？ってずっと言ってるんだけど、まあそれを鬱陶しいと思う人もいるかもしれんがなんか言われたことある。なんか自分のことすごくない、すごくないって言ってうざいよみたいな言われたことある、コメントで。そうだから鬱陶しいと思う人もいるかもしらんが、でもやっぱさ、自分で自分を褒めていってあげないとさ、自分の気分上がらんやんね。そう、感じ。可愛いって思う。ありがとうございます。なんか誰の言葉だったかちょっと忘れちゃった。申し訳ないんだけど、誰かの言葉でなんか自分のことをまあ好きでいた方がお得みたいな言ってて。まあ確かにって思った。こんばんは、こんばんは。なんかめちゃくちゃコメントで嫌味も言われてるけど、まあいいやこんばんは。嫌味言うの好きな人いるよね。もっと優しい言葉かけたらいいのに。あ、今何しようとしたか忘れた。あー、何しようとしたんだっけ。今なんかしようとしたんだよ。あー忘れた。ちょっと待って。俺さ、今何しよう。あ、思い出した。そう、みんなに今日買ったものを見せようと思って、体温計今日買いました。うちに体温計がなかったんで、さすがにないとダメだなと思って買いました。はい、どうでもいい話なんですけど買いました。今日買いました。薬局にひとっ走りして買ってまいりました。え、そう、なかったんですよ。なかったんだけど、まあ、毎日検温は事務所に行って事務所でやってたのね。そうだけど今事務所に行けないから、やべえ、買わなきゃ、毎日検温できんやんと思って買ってきた。そう、一時期売り切れてた。あ、そうなんだ。まあそうだよね、超売れ行き高かったと思うわ、去年と今年。ついに買ってきちゃった。そう。待って。あ、オッケー。なんかこれ30秒で測れるってやつです。実家にあったのが40秒だったんでね、だいぶ10秒も短縮されました。いいですね。こんばんは。そう、実家にあったやつは最後もうほんと赤ちゃん1歳とか2歳とかもっと前かな、うちの兄ちゃんが子供の時かな、わかんないけど、そうの時からあるやつだから、ちょっと時間かかった気がする。でも40秒、言うて40秒ってそんなかかってないけどか、もう全然言えなかった。最近すごい噛むんだよね、私めっちゃ噛む。いやー、こんばんは。
そんな感じです。あと本日の購入品、リップクリームどうでもいいどうでもいい、めっちゃどうでもいいけど、なんかさ、私のさ、リップ入れてるポーチがさ、家の中で忽然と姿を消して今探してるんですよ。昨日の夜から見当たらなくて、だからもうすぐ終わるしと思って一曲行ったついにリップクリーム買ったんだけど、なんでなんだろう、なんでさやはすぐ物をなくすんだろうって、謎です。こんばんは、サイリン、こんばんは。結構これぐらいのポーチなんだけど、なんか忽然と姿を消し去ったんだよ。マジでどこ行ったんだろう、なんで。昨日さ、ショールームやる前にさ使ったんですよ、そのポーチを。したら夜の8時ぐらいになくて、あれ、それどこに置いたんだろうみたいな。あ、でも事務所に忘れたのはもう持って帰ってきたんですよ。そう、その次の日に持って帰ってきて、で昨日使って昨日の夜なくなって、だから絶対この家のどっかにあるんですけど、マジでどっか行っちゃった。そう、え、そう、いつもここの棚に置くか、この机の上に置いておくかだったら、もうすごい一日何回も使うから一番目立つとこに置いてたはずなのに、なんか忽然と姿を消しちゃって、この前、昨日、一昨日、昨日かな、なんか掃除した時にどっかが片付けちゃったのかなと思うんだけど、いや、にしてもね、そう、ちょっと分かんないっすね。そう、家の中ですぐ物なくすんですよ、私。なんか片付けるとね、自分でどこにやったか分かんなくなっちゃうんだよね。おバカさん。おバカさんすぎませんか、さすがに。あ、布団に紛れてたりね。ちょっと後でもう一回探すわ。一旦全部ひっくり返して探すわ。マジでどこ行っちゃったんだよね。だから今日はいつものリップと違うリップを塗っています。これを塗っています。アミューズのなんかピンク、濃いピンクみたいなやつ。缶リップね、なんか美味しい味するんだけどね、美味しい味するリップ基本苦手だからね。ちょっとだけ苦手なんだよね、これ色はパチパチに可愛いんだけど、そう、色はパチパチに可愛いんだけど、ちょっと匂いが苦手。ガチさん、クマちゃんありがとうございます。あ、ごめん、今これコアラになっちゃった。クマちゃんありがとうございますコアラだった今。こんばんは、ヒラリンさん、めっちゃ可愛い人ありがとう。こんばんは。でもなんかね、本当に無理なリップってあるんですよ、なんか匂いによっては。つけるだけで具合悪くなるリップとかあるけど、そこまでじゃないから全然大丈夫。そう、本当にダメなやつはさ、ママにあげたことある。ママは嫌じゃないって言ってたから、ママにあげたことある。あと今日目のメイクちょっといつもと変えました。でも今日はあまり顔漏れてないかも。なんでだろう、なんでだろう。こんばんは。どうしよう、今日ね、アップルウォッチにね、まだ運動量足りてないよって言われてんだよね。ちょっとショルもあったら走ってこようかな運動しなくっちゃ。こんばんは、こんばんは。フルーティーな味、なんかお花みたいな感じ。そうそうそう、お花屋さんって感じ、今口がお花屋さんって感じ。ビッグワンガールドの写真めっちゃ良かった、ありがとうございます。これですね、これです。そい、よいしょ、今
今一番上の棚に置いて湿気で曲がっちゃった表紙を戻してる。重い自重で雑誌の自重で。待って、さやのパネルめっちゃ落ちかけてるやん。いい飾り方ないかな。これ落ちちゃうんだよな。よいしょ。なんか印象違うなと思ったリップ止め。かわいい。ありがとう。だから普通になんか昨日一昨日に比べて今日マジで全然動いてなくて、そう、ちょっと10分ぐらい外走っただけなんですよ朝。だから運動しなきゃいけないんだよね。レッスンとかがあればね、あの勝手に体って動かせるんだけど、なかなか。なかなかって感じ。こんばんは。うまし。お茶茶うまし。いや最近ずっと家にいてさ、エアコンをねずっとつけてんのね。もう夜もさつけっぱなしで寝ないと暑くてさ寝れないし、夜中に目覚めちゃうからさ、そうずっとつけっぱなしなの。だから今月の電気代は高そうですね家にいる時間が長ければ長いほど電気代が高そうですね。レッスン場にねずっといるとマジで家にいない時ってつけてないからさ、さやレッスン場にいるとね多分電気代安くなるんですけど、しゃあなしです。こんばんは。まあでも熱中症で倒れるよりは全然マシ、全然マシですね。から、まあ、でも言うてエアコン28度とかでつけてるからそんなにって感じではありますね。こんばんは。29度だとね最近暑いんですよ。だから28度でつけてます。27度だと寒いのよ28度ですね。こんばんは。朝歩いてきたよ。すごっ。朝でももう暑くて大変だよね。わかる。かわいいね。ありがとう。でも28度でねずっとついてんだよね。うちずっと冷たい風出てる。そう、なんか部屋が28度以下になってもずっと何かしらが出てんだよね。そう、なんかうちの実家のエアコンとかさ涼しくなったらさ勝手に止まるんやけどさ、ずーっとついてんだよねあの子。どうしてなんでしょうか。なぜなんでしょうかね。自動にしてないからじゃねもしや。いや違うな、自動にするとなんか強くなろうとしたな今。わかりやすん、わかりやすん。そう、うちのエアコンは働き者です。こんばんは。かわいい、ありがとう。会社のエアコンは22度。まあ広い場所はね
温度下げたエアコンにしないと全然部屋冷えないね。うちなんてつって部屋が狭いもんでね、すぐさ、すぐ冷えんのよこの家。そう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 、すぐです、一瞬です。こんばんは。レッスン場とか19度とかでエアコンつけてるよ。バチバチに踊ってないと超寒いけど、踊ってるとそれでも超暑い、汗だく。そう、だからレッスン場にいて体動かしてない時、この前動画編集で事務所行った時はマジで寒かった。ああ、上着持ってくればよかった、毛布が欲しいって思ってた。そんなこともあったり。でも踊ってるとね、19度でつけてても暑いんだよね。マスクしてるから余計に暑くなる。ああ、それもあるのかな。気にしたことなかったけど、確かにね。汗かくしね。うん。劇場もライトで暑そう。劇場はなんか、まあみんなに伝わるか分かんないけど、立ち位置3番の後ろの方になんかすごいさ、冷えた風が出てくる機能があるんですよ。だから終わった、あの本編っていうか公演が終わってお見送りの一瞬の間みたいなのあるじゃん、皆さんがその係の方の指示を聞いている一瞬の間みたいな時にみんなそこに集まってあってやってるのたまに 見えると思います。そう、そこで一瞬涼んでるのが気にすれば見れると思います。そう、もうステージの上本当にもうマジで暑いからさ。そう、ジャニーさん、くまちゃん、ありがとうございます。今日かわいい、ありがとう。なんかあれじゃん、客席でもさ盛り上がると暑いっていう方いるんですけど、私たちはそれに加えて歌って踊って、でライトもバチバチに当たってるからめっちゃ暑いんですよ。そう、めっちゃ暑いの。だからね、いかに涼しく感じるかみたいな勝負ですね。劇場上手寄りで座ってると寒い時がある。あー、上手か。なるほどね。楽屋からのこう涼しいのがちょっと来てるのかな。それともエアコンが近くにあるのかな。わかんないや。客席のエアコンの位置はあんまり分かってないんですけど、そうなんだ。あ、客席寒いんだ。まあそうだよね、だって私たちが普通に歌って踊ってて、まあ暑くてどうしようもないってわけではないから、多分客席もあの部屋全体が多分多少涼しくされてるであろうから、そうだよね、客席は寒かったりするよね。確かにノースリーブとかで言ったらじゃあ肩冷えそう。そっかそっか。まあ、ちょっと上着とか用意していただいて、あの備えていただけると思いますね。 TGC は結構さ、あ、そうなんだ、それは知らなかった。あ、でも TGC 客席涼しいイメージあるな。リハとかでさ、なんか客席に行くリハとかさ、まあ、最近はねできてないけど、してたけど、その時結構涼しかった気するわ。
客席涼しいイメージあるわ、ちょっとだけね。確かに。なるほどね。みんなのいろんな話が聞けますな。待って、今どうでもいいこと思いついた。なんかこれでさ、これからアップルウォッチをさ日々つけるさ生活をさ続けていればさ、レッスン場とかでショールームするときいつもさ時計がないからみんなに何時になったら教えてって言ってたけど、その問題が解消されるってこと？まあでもこれはアップルウォッチじゃなくても別に良かったよね。最後腕時計をめんどくさからずつけてれば別に解消された悩みだけど、これからそういうことじゃない？やったぜ。ここからは時計がない困ったっていう状況がなくなったね。イエーイ、解決解決。あくまで時計やから、一番のこれの一番の強みは時計やからな。時計っていうのが大前提やからな。時間を聞かれる楽しみがなくなってしまう。え、そんなところに楽しみを覚えてたの？ってことは今日みたいに家でやってる配信はすごいつまらなさがちょっとあったってこと？時間聞いてほしいのになみたいな。マジ？レッスン上でやってほしいんだけどってずっと思ってたってこと？その楽しみ方はちょっと想定外だわ。サイズ40ミリ、そう40ミリ。上司にそれは時計じゃなくて端末ですって言われた。いやいや時計ですよ、ほら。時計ですよ。マジでこのさ文字盤何もないさ時計だからさ、今マジでパッと見で何時か全然わかんない。この角度は8かなみたいな。こんばんは。ちょっと早く早急に変えたいな文字盤。全然わかんない何時か。めっちゃ秒数はわかるけどね。今30秒です。どういうのにしよっかな文字盤。なんかトイストーリーとかあったからトイストーリーとかにしようかな。トイストーリーにしたら おいっ子がめっちゃ喜んでくれそう。会った時とかにトイストーリーにしといたら。え、そうこの文字盤マジおしゃれなんですよ。おしゃれ重視で選んだら時間が分かんないっていう本末転倒なことが起きてるんだけど。本末転倒が起きてる。あとなんかミッキーさんもあったよ。ミッキーさんとミニーちゃんがこう指でこう何時かこう教えてくれるみたいな時計もありました。こんばんは。あとでいろいろ試してみよう。おい急にあくび出た。めっちゃ今日睡眠足りてんのに今急にあくび出た。びっくりしちゃった。チキン。まあいつまでつけてるんだろう。
大丈夫かな、途中で飽きたりしないかな私。いや大丈夫だよね、スマホ飽きたりしたりしたことないからな、端末やからなこれも、きっと大丈夫。アプローチ買ったんすよ、買っちゃいました、高かったな、高かったな、貯金を下ろして買いました、高かったです。まあでもカメラの方が高いからね、そう考えるとこれの方がとんでもねえ出費です。え、これマジやばい、これだってアプローチの2倍ですからね、ちなみにこれアプローチの2倍してるから、いいもんっていうもんはね高いんですよ、とアップル製品はと高いアップル製品は高い、iPad 欲しいけど iPad はまた 何ヶ月後か貯金が溜まって、うーん買うってなるまでまた買わないかな、めっちゃ欲しいけどね、まあ来月は節約です。毎月節約してんだけど毎月節約してるけど来月も節約ですね、来月こそ節約ですね。こんばんは。でもこのカメラ買ったのもう半年以上前、もっと前、9月、10月か、去年の10月かだからえらい前ですけどね。そう、経費なんで、カメラに関しては経費だったんで、完全に経費だったんで、確定申告しました試験です。試験さんこんばんは。まあ経費って言ってもね、会社員の経費と違って、自営業の経費だから別に自腹ってことに何にも変わらないんですけど、何一つ変わらないんですけど、ただの自腹なんですけどね。こんばんは。カメラはマジでデカすぎ買い物でした。人生で5本の指に入るでかい買い物でしたね。そう、まあ、iPhone とかの方が高いですけどね。 iPhone やばくない？ iPhone やばいよね、そうやって考えると。今10万とか平気で超えてるもんな。 iPhone 高すぎてびっくり。3から SE にバージョンアップしたくなってきた。なんか SE 以上だとこう角が、画面の角がこう丸くて可愛いですよ。こんばんは。ちなみにですけど、今 iPhone 買えるぐらいなら iPad 欲しいんだよね。 iPhone も結構もうガタが来てて、2年半以上使ってるから、だから iPhone って2年ぐらいで買い替えるのがいいらしいんですけど、まあ、それを無視して2年半ぐらい使い続けてて、そうるんですけど、結構ガタが来てて買い替えたいなって思うけど、iPhone を買い替えるくらいなら iPad が欲しいなっていう気持ちもある。そう、もうねストレージがないんですよ私の iPhone は。そう、 iPad 新型なんて高くて買えないです
新型なんて買いません。高い高い。さあ iPad ね、ゆなちゃんが買っててマジでよくいいなと思った。 iPhone だんだん膨らんできてる。それは多分本当にバッテリーやばいから今すぐ買い替えるなりなんなりした方がいいですよ。あの普通に危険ニュースで見たことないですか？なんかスマホとかモバイルバッテリーがバッテリー膨張して火出るとか爆発するみたいな。え、マジでやめた方がいいよ。それ使うの絶対やめた方がいい。 Android から iPhone に変えようかなと思ってるんですけど iPhone 使いやすいですか？まあ私的には使いやすいとは思います。でも Android の方が機能いいっていう人もいるからね、一概には言えんですな。iPhone 買っちゃうと、Apple 製品一つ買っちゃうと、なんか他の Apple 製品が欲しくなっちゃうので、ちょっと考えましょう。バッテリー一回交換した、あ、バッテリー交換したら安心だね。膨らんできたらバッテリー交換が必要ですね。そうそうそう、まあ、iPhone のいいところはなんか困った時に検索したら何でも解決策が出てくることですね。やっぱユーザーが、その日本人ユーザーがめちゃくちゃ多いから、日本語で困った時に検索して何でもお悩み相談しできるから、そう解決できるから、そこが一番いいところかなって思う。 Android とかだと困った時にマジで検索しても出てこないって友達が言ってたもん。そう、だからそこがいいとこかなって感じ。ケースも種類がいっぱいある。確かに確かに。なんか友達が使ってる Android かな、でなんかスマホのここになんか指紋認証のパネルがついてて、こうやって持つと開くやつがあって、なんかそれはめちゃくちゃ便利そうだなってずっと思って見てた。なんかこうやってやったら開くみたいな、スマホ持っただけでここで開くみたいな。そうそうそう、便利やんと思って便利やん。まあ、あと私が一番使うのはエアドロップですね。そう、スタッフさんとかからとかメンバーとかからさ、エアドロップですぐ資料とかもらえたりとか、動画とか画像とかもらえたりするんで、高画質のまま。エアドロはマジで便利そうだなと思ってます。そう、私が iPhone から買えない理由はもうエアドロップが一番でかいですね。エアドロップ機能が一番大きい、そこが一番でかい要因です。エアドロップがないと不便なことが多すぎるみたいな思ってる。電車で知らん人からエアドロ来ない、それ知らん人からエアドロ来ない設定にしてるから来たことないよ。誰でもにしとくと来る時とかあるらしいけどね。なんか普通になんか嫌だからいつもオフにしてます。使う時だけオンにしてる。そうね、エアドロップは便利っすね。
本当映像資料の受け渡しがめちゃくちゃ多いから、メンバーとかに何とかって曲のフリーV持ってるっつって、あるよ、あ、エアドロしてみたいな、めちゃよく起きます。そうそうそう、こんばんは。エアポッツも使ってんの？エアポッツも使ってる。だからさ、今どんどん身の回りアップルで固めてる固め始めてる。エアポッツ、あの安いやつだけどね、あのいいやつじゃない、なんていうの、じゃあ最新のさ、なんだっけ、エアポッツプロだっけ、あれはあれは高いから買わなかった。プロじゃない方使ってます。別にノイズキャンセリングとかあんまりいらないんで、音楽が聴ければいいから AirPods 買いました。 AirPods はね、 AirPods にしなきゃいけない理由があったんですよ。普通のイヤホン耳にはまんなくて、私耳の形が悪すぎて、悪いのか耳の穴がちっちゃいのか分かんないんだけど、普通のあのシリコンのゴムがついてるイヤホン耳入んないんですよ私。で Apple のこのタイプのイヤホン、これじゃないと私耳に入んなくて、そう、これだったらこう耳にこうやって装着できるんですけど、普通のイヤホンさ、耳につけても3秒で取れちゃうみたいな、めちゃくちゃ相性悪くて私の耳と、そう、一番ちっちゃくてもダメだった。だからもうこれの形のエアポッツを買うしか、私のあのなんだっけ、ワイヤレスイヤホンの道はなかった。これだけはね取れないんだよ、不思議と。そう、ワイヤレスなんてさ取れたらもう一巻の終わりじゃん、すぐなくすやん。そうそう、なんか有線のねイヤホンだったら別に取れてもすぐ付け直せばいい、ちょいストレスたまるぐらいで済むけどさ、ワイヤレスイヤホン取れたら終わりやから、 AirPods にするしかなかった。 Apple 以外でこの形のイヤホン見たことないんだよな。でもなんかワイヤレスにした理由は、カバンとか背負ってる時にイヤホンしてるとなんかカバンとこう絡むんですよ。そう、うわーってなって、ワイヤレスにしてからそのプチストレスは解消されて非常に良いそうそう、あとダンスの練習するときとか腕が当たってパンってイヤホン飛ばしてたりしたんですよ今までそう、でワイヤレスにしたことによってイヤホンをぶち飛ばすことがなくなりました。快適だから、まあ AirPods にしてよかったなって感じ。こんばんは。ダンスする人はワイヤレスじゃないとね、今時無理、今無理かなって感じ。絶対イヤホン飛ぶもんね。こんばんは。取れちゃう、線に腕が引っかかったりして。そんな感じで身の回りのものがちょっとずつちょっとずつアップルで固められていますそう、乗っ取られる日も近いでしょう。パソコンはでも多分買わないかな。 MacBook とかは、 iMac とか買わないけど、今 iPad ってさ、キーボードつけてパソコンみたいに使えるんですよ。
だからなんかそれでいいかなって感じ。パソコンは高いから買わない。 iMac は絶対買わないね。そう、まあ、10年後とかだったら分かんないけど、ここ数年では多分買わないと思いますね。iPad、 うーん、どうなんだろうな、どうしようかな、欲しいけどな。iPad 欲しいけどな。動画編集は富士通のパソコンです。 Windows 10ですね、私の使ってる。そう、 iOS じゃないんですね。昨日誕生日でした。お誕生日おめでとうございます。まあでも頑張って重いパソコンで編集してます。まあでもパソコンね、そんなに持ち歩くことないからね。最近はちょっと忙しくて外で編集しなきゃいけないから持ち歩いてたけど、別にそこまで持ち歩くことない。結局家でやることが多いから、まあ多少の持ち歩きはねって感じ。かわいい、ありがとうございます、嬉しい。こんばんは。明日な、 YouTube どうしよっかな。ヒカキンさんがビエっていうさ、あれはなんて言うんだろうな、マットなのかな、あれのパロディみたいなやつあげてたけど、普通にヒカキンさんの過去の私の好きな動画持ってきて真似しようかな。あれ曲も使えなければ、見た方いる、ヒカキンさんの最新動画見た方にしか今伝わらない話してんだけど、ヒカキンさんの最新動画のやつ、曲も使えないしグリーンバックもないしって感じなんで、あの再現不可っていうことが判明してしまいまして、そう、諦めようかな、あれは。こんばんは、こんばんは。こんばんは。iPad ってでもアプリ、そうだよね、 iPad は、そ、じゃあ話戻るけど、 iPad はさ、いかに高性能って言っても iPad でしかないからさ、アプリじゃないと入れられないもんね、ソフトは入れられないもんね。ってなるとやっぱ動画編集するなら MacBook 買った方がいいと思うけど、 MacBook 高いんだよな。MacBook 高くないですか？買えねえんですよね、あの値段ね。こんばんは。iPad もキーボードつけたら全然高いんだけどさ、まあ元も高いしね。10万10万か、何ヶ月貯金したら買えんのかな。こんばんは。10万ってやばくない？え
こんばんは。欲しいんだけどさ、欲しいんだけどさ、高すぎはロタン。MacBook より iMac がお得。 iMac でも持ち歩けないじゃん。持ち歩けないんだったら別に今のパソコンでいいのよ。そう、10万か。なかなか大金です。こんばんは。多分買わないと思います。そう、動画編集ソフトはね、無料のソフトでも全然いいのあるから、ザイは多分まだ買わないと思う。なんか高いソフト使ってるメンバー多いけど、当分使わない。何年後か。動画編集ソフト代を YouTube の収益で払えるようになったら買ってるかもしれないけどね。そう、お肌綺麗ですね。ありがとうございます。最近でもやっと治ってきた。ちょっとまだマスクで荒れたとこありますけれど、もうマスクでお肌が荒れちゃって荒れちゃって、治すのに力を注いでるんですけど、なかなか治りやせん。荒れてるようには見えません。画面越しだとね、今結構白飛びしてるんですけど、画面がずっと髪が黒いもんでさ、その髪の黒さにこう光を合わせちゃってさ、顔がいつも白飛びしとるんやけど、そう、実際見たらもうちょっと綺麗じゃないです。ハードル下げ目で、配信では綺麗でも実際もうちょっと綺麗じゃなかったりするんで、ちょっとハードル下げ目でお願いします。かわいいよ、ありがとう。声が好き。本当？嬉しい。全然どこにでも いる声ではないか。でもなんかたまにハスキーな声って言われるけど、私はなんかちょいハスキー気味らしいけど、私は自分の声をハスキーだと思ったことはない。いや、ハスキーって言われることがたまにあって、そう、毎回びっくりする。ハスキーですかって。実感なし。歌声が好き、ありがとうございます。嬉しい。あさまるすいさん、実は100倍可愛いので皆さん握手会再開していきましょう。ありがとうございます、嬉しい。なんかね、一番最初にハスキーって言われたのは横道ちゃんから言われたんですよ。横道ちゃんに、サイリンってなんかちょっとハスキーな声でいいよねって言われて、私の声がハスキーって誠ですかってなったけど、実感したことはないですね。わかんないっす。
まあでも劇場公演の後とかって結構声半分枯らしてたりするんですよ、私お見送りで。 100% お見送りで声を一旦枯らすんですけど、まあ、喉強いんで2公演あるとしたら夜公演までに治るっていう、そうちょっとお水飲んで 1,2 時間安静にすれば治るっていう特性があるんですけど、毎回声枯らすんで、そこで横井ちゃん思ったのかもね、サリーの子意外とハスキーかも、枯れた声を聞いて思ったのかもしれないけど、そうたまに言われるんだよね、横井ちゃんだけじゃなくて誰に言われたんだけど、なんか誰かにもね、サリーにちょっとハスキーって言われて、本当ですかってなったけど、ちょっと誰に言われたかあまり覚えていません。じゃあ見送りは一番声が通る高さで喋るからめっちゃ高いんだよね。普段の会話はこれ、私の会話はこの高さで、テンションが上がるとこうこれぐらいの高さになってお見送りの時はありがとうございましたっていう高さになるの。そう、使い分け、お見送りはマジでいかに声が通るかっていう勝負だから、一番自分の声で一番声が通る高さで喋ってます、お見送りはね。で普段の何でもない会話はこれぐらいのなんか感じでも、普通に喋っててもテンション上がってくると高くなっちゃう。そう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 、普通にしてても声通る、で一番通るよあの高さ、お見送りの高さマジでめっちゃ通るくない？そう、いつもなんかね出してる場所が違うんだよね喉の。普段はなんかこの辺、ここの辺を震わせてんだけど、お見送りの声はもうなんかこの辺で出してるの私。ここにめっちゃ負担かけて喋るからここが絶対枯れちゃうんだよね、お見送りの時って。そう、このなんかめっちゃ上の方をすごい、この辺の筋肉めっちゃ使ってるもん、お見送りの時だけ。普段使わない筋肉を使ってますお見送りの時だけは。そう、あの声が一番通るんだよね。そう、通したい、通ってほしい時の声はあそこの高さだね。でも喉に負担かかるからお見送りの時しか使わないそう、お見送りの時オンリーの声ですね。そんなさやかちゃんの恋事情ですそう、次回の劇場公演やコンサートにもお見送りないからな、次回の劇場公演ではそんなところに注目してください。あ、さゆりん喉の上の方を使って声出してんなってやだな、その見方されるのちょっとだから、やっぱ今のなしで普通に普通にいい声だなって思ってもらえてるか分かんないけど、普通に受け取ってほしいかな。やっぱちょっとうがった見方されるとちょっと恥ずかしいわちょっと低めに声が転じた時にビブラートがかかる。嘘、喋ってる時ですか？あ、でもなんかボイトレの先生にビブラートをかけようとしてなくても勝手にかかってるみたいな言われたことある。そう、なんかすごいねみたいな、かけようとしてないところにかかってるよみたいな言われたことある。逆に自分でかけようと思ったらあんま上手じゃないのよ私大きいビブラートみたいなの苦手なんよ。細かいこういうビブラートは勝手にかかるんだけど、こういうなんか演歌とかそういう聞かせる系で使いたい大きいビブラートめっちゃ苦手です。そうだから、まあ
意識してできた方がいいよねっていう感じですね。そんな感じで今日はぼちぼち終わりにしますかね。そろそろまたアップルウォッチに立ちなさいって怒られる時間ですので、その前に配信終わって動いておきたいと思います。50分だったら立てって命令来るからね。そう、いきます。13位ケンケンさんありがとうございます。12位ピアノマンさんありがとうございます。11位ひのちゃんの中心さんありがとうございます。10位大観さんありがとうございます。9位チャットちゃんありがとうございます。8位たてまけんけんさんありがとうございます。7位おにいる大使さんありがとうございます。6位ジョニーさんありがとうございます。5位台湾中心さんありがとうございます。4位やすさんありがとうございます。3位やちさんありがとうございます。2位ひらりんさんありがとうございます。1位はとうめさんありがとうございます。ありがとうございました。お見送りの時サリーマイクを持つ手をよく変える。よく見えてるね。そう、こう振ってる手が疲れてきたらこうマイクを持ち替えてこうやって振って、でまたこうやって言ってってよく見てますね。恥ずかしいです。では皆さん今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。また明日。